当社は、クリーニングを中心とした商社としてですね、岩倉の地の発祥で、活動しています。もともとは地場の家族から代理などの一社ということで、卸だけではなくて、機械販売、設計設計ですね、工場向け、小平向けということで、従来の代理店業務ですね。一番最初に決めてたのは今回の洗車機です。これは洗いというクリーニングというです。私もその業界にいますので、これはもう一言聞いた時にですね、紹介いただいた時にこれあるよね。この洗車機というものがですね。ではスタンドがですね、どんどん減っていく中で、洗車難民が多いということですから、確かに洗車場の求める方々はいる。場所的な制約もあると思うんですけれども、スタートした時点では両方良かったですね。感覚としてもおお、こんな感染者いいんだ、これなどは知ってましたから、洗車機こんなにいいんだということだったんですけれども、やはり次の月に締めてみたらですね、あれというのが実際の数字だった。それは何かというと、やはり天気がいい日に洗車機なんですね。なので、両方いいっていうことは、その月々ないと結構最初なんですけれども、どちらかが反映しながら、店舗が盛り上がっていくということの、融合性がいいと思います。